みんな起きて。どうしたの、ひちこね。いつもより早くない？今日は大島家コロッケを復活させるわ。おー、ついに、あのレシピのベールが解かれる。大島家コロッケの材料は基本的にほぼジャガイモのみ。それに味付けのためにあるものが加わって完成よ。あるもの？それを取りに行くために今日はみんなで温泉に行きます。温泉？どうして温泉なんだろう。とりあえずヘリポートに行かなくちゃ。水晶玉の輝きが戻りました。お弟子さんが私の砥石に夢中の気配。まったく仕方のないお弟子さんですね。この扇子を持って一曲打つとするか。いい丸薬を作れたでござるな。ムーは準備はもういい？準備万端だよ、イチコね。じゃあ行きましょう。何度も来てる場所かもしれないけど、みんな気をつけて進みましょう。いちこ姉さんがいると引き締まるや。この雰囲気やっぱりいいですね。うん、じゃあ温泉目指しつつみんなが欲しがってるものを集めるぞ。
用心してください。すごく得してきた。強く強く美しく。これが重い。見とれてしまいました。コンフュージョン。とどめまで刺しちゃえよ。決して触れさせません。簡単には開かないよ。このまま一気に攻めようか。体のうずきが収まらないよ。目が覚めるじゃねえか。四つ葉のぐうたらなごとく。あたいの分もやっちゃって。もう手を抜いていいよな。力が溢れてくる。えい、負けてられないよ。ダメージお届け。本気を出したら負けだよな。
撃です。忙しくて死ぬ。ここは大島一子にお任せください。コンフュージョン、このまま押し切っちゃいましょう。本気で行くよ。やるじゃないか。このまま一気に攻めようか。ここは大島一子にお任せください。もう手を抜いていいよな。やっ、はあ、足りない。やるじゃないか。びっくりしました。大島家の力を見せましょう。おいしい獲物がここにいますよ。最悪な気分にしてやるよ。作戦に組み込みたいです。華麗に切りつけましょう。あたしに開けられない鍵はないさ。何かあるみたいだね。ムーア、どうしたの？イチコ姉とイスズ姉も手伝ってくれてるのが嬉しくって。やっぱり姉妹みんな揃ってるのっていいなって。バカ、そんなことをわざわざ口に出して言うのよ。あ、イスズ照れてる。でもムーアの言う通り、姉妹揃って何かをするのはそれだけで楽しいですね。サボるチャンスが増えて最高だぞ。いいよいいよ。ここにいますよ。
やりますね。最悪な気分にしてやるよ。お姉ちゃん頑張ったよ。美しい。あれってお菓子じゃねえの？
手を抜いていいよな。最短距離、いい決めポーズです。コンフュージョン頼りになるね。右先まで意識して、私に開けられない鍵はないさ。姉さん、どうかしましたか？単価が高くて持ち運びしやすそうなものを探してるの。イスズ、ポケットパンパンになってるよ。これは別に、持てるだけ持って帰ろうとかって考えてるわけじゃないからな。一姉とイスズはまだまだ元気だな。大島屋のために頑張ってくれてるんだよ。違うぞ、二人はムーアのために頑張ってんだよ。よっしゃ！もう、ここは大島一子にお任せください。だるいな。そのまま押し切っちゃいましょう。びっくりしました。平気です。大島家の力を見せましょう。ここは大島一子にお任せください。これが重い。やりますね。どうだい。忙しくて死ぬ。ここは大島一子にお任せください。さあ、最悪な気分にしてやるよ。とどめまで刺しちゃうよ。大島家の力を見せましょう。おいしい獲物がここにいますよ。最短距離、何もかも見え見えだったね。
チャンサーまだいるね。どんだけ温泉が好きなんだよ。大島家のコロッケを再現するためにはあのキャンサーを倒さなければいけないわ。どういうことです？うちのコロッケ、温泉のお湯を混ぜてたの？おしゃべりはそこまでみてえだ。キャンサー、こっちに気づいたぞ。私たち姉妹が揃えば、あんなキャンサーは敵じゃありません。当たり前さ。それでも油断は禁物よ。行くよ。こんなものです。あたいは寝ててもよかったな。それでいちこ姉さん、この温泉をどうするの？ちょっと待ってね、確認するから。味は塩化物泉、それも塩化物共演温泉ね。
どういうことだ？この辺りの温泉には塩分が含まれているの。それも海水よりも濃い濃度の。どれどれ？あ、本当だ！しょっぱい！この温泉をろ過した後に煮詰めて塩を取り出します。その塩こそが大島家コロッケの隠し味よ。なるほど、山塩というやつですね。普通の塩と違ってコクや風味が深いと聞きます。そりゃカフェテリアの厨房じゃ再現できないや。ここで作っていくのかい？お湯を持って帰るのは大変だし、可能な限りここでお塩にしていきましょう。温泉のお塩以外のレシピって何だったの？あとは全部じゃがいもさ。コロッケの衣は薄く切ったじゃがいもを揚げて砕いたものよ。ポテチだ！おお、あたいの記憶は間違ってなかったみてえだな。大島家コロッケのじゃがいもの本気度がすごいです。もちろんお肉なんて入ってない。だよね。衣のポテトチップス追加お上がり。こっちのジャガイモがそろそろなくなりそうです。ムーア、追加でレンチンしてください。はーい。いすずね、皮むけた分ちょうだい。ああ、ちょい待ってくれ。それよりヨツハ、ポテチ食うなよ。できたてはうめえな。むあ、こらくれ。あとでー。懐かしいわね。小さな頃に戻ったみたい。うん、すごく楽しいよ。ジャガイモの香ばしい香り、私も思い出しました。仕上げに温泉の塩を軽く一振りしてと。完成したぞ。じゃあ試食してみましょう。いただきます。パリッとした衣に豊かなジャガイモの味が生きています。程よいしょっぱさの中に甘みとコクがあるこの味、これが山塩の効果。めー、懐かしくて眠っちまいそうだぞ。何よりみんなで一緒に食べるのがうまいな。ムーは、このコロッケを大島屋の名物にしてくれる？もちろんだよ。
大島よ、張り切っていこう。司令部の許可はもらえたんだから、ほどほどでいいんじゃねえか。ダメよ、お父さんが発注した商品の代金を稼がなきゃいけないんだから。でも一体何を発注していたのでしょう。それをはっきりさせるためにもしっかりと稼がないとな。うん、目標額は25万 GP。 過去最高の売り上げ出さないといけないね。大丈夫だって、大島家のみんなが揃ってるんだもん。頑張ろうみんな。おー、やっぱり大島家はみんなが揃ってる方が雰囲気いいね。あ、ルカ、もうすぐ開店するから買い物だったらちょっと待ってね。いや、買い物じゃなくて松千代に呼ばれてきたんだ。さんにムーアさん、揃っててよかった。チロル、ルカも呼んでるってことはできたんだね。うん、僕なりに編集したものだけどね。なにこれ、ジャケットとかもあるじゃん。石井さんに書いてもらったよ。独特の色合いだけどかっこいいよね。ありがとう、チロル。うん、映画舞台のみんなも楽しんでたよ。すげえ、こんな時代に CD なんてって思ってたけど、ちょっと嬉しいな。私も買うよ。え？関係者用にちゃんとルカたちには渡すよ。いいや、買わせてもらう。ちゃんと大島屋の売り上げにしてくれ。ムーアが言ってくれなかったら作られることもなかったんだ。ルカ、うん、ありがとう。それじゃ、僕はこれで。あ、待って、制作代払わなきゃ。回転祝いってことで受け取って。僕らも楽しかったしさ。 CD の第2弾を作るときはちゃんとお代はいただくよ。チロル、それじゃ頑張ってね。よかったわね、ムーア。Thank you.
姉を敬え。帰ったぞ。はい、依頼された商品だ。こき使われた。ありがとう、いすずね、よつはね。まだ何か加工するのか？うん、お願い。やっぱ加工はなしで。まあ、そういうのもいいんじゃないか。質より量で勝負も悪くね。もう交換してくれそうな人はいなかったよ。私はお願いね。どのくらい作りますか？やっぱりやめとくよ。そうですか。手伝えることがあれば何でも言ってください。ムーは、私は何をすればいい？いちこ姉には食べ物を作ってほしいんだ。コロッケ以外にも、ということ？わかったわ。チラシを作りますか？うん、お願い。
願い。壮麗かつ美麗で息を呑むようなチラシを作りましょう。作ってきました。こちらでいかがでしょうか。ありがとう、ニーナね。それではまばゆくチラシを配ってきますね。うん、よろしく、ニーナね。さあ、今日はどんな商品を並べようかな。おお、売って売って売りまくれ。揃ったのにちっとも楽にならねえな。大島屋はみんなの手の届くところにあるよ。いらっしゃい、大島屋開店中だよ。カルパスにゃ、これなら白子も喜ぶにゃ。白子の反応が楽しみにゃ。定番担当なんだからちゃんとしろよな。姉を敬え、サブリを認めろ。
陳列されたきらびやかな商品たち。これが大島屋です。さあ見ていってください。が飲みてえなあ。私らが加わったんだから安心しなって。さあムーは教えて。うん、売上発表。目標達成だ。やりましたよ。ボーナスコーラ、カモン。まさか、1回の売り上げで達成できるなんてな。これで、お父さんが注文したっていう何かを作ってもらえるね。何を残してくれたのか、楽しみですね。もう…どうした？お父さんの注文の品も楽しみだけど、私、みんな揃ってお店をやれたことがすごく嬉しくて、なんか胸がいっぱいで。バカだな、泣くなよ。そうよ、ムーは。あなたの夢の第一歩。だから、笑いましょ。うん。うん。みんな、本当に、本当にありがとう。ご発注ありがとうございました。こちらが大島様よりご依頼いただいておりました移動型店舗でございます。あれ、これって昔私が書いた未来の大島屋。うわうわかわいいよ。みのりの乙女チックモードが発動したな。楽に移動できそうでいいな。この絵、いちこ姉の描いた。どう
してマリが持ってるの？こちらは発注書に添付されていた絵を印刷したものです。夢を叶える設計図で、宝物だと。自分にとってのかけがえのない未来で、命に変えてもつなぎたい希望だと。こっそりとこの移動型店舗を用意して娘たちを驚かせたかったようです。お父さん。いちかね、絵描いて。いいけど、何を描いてほしいの？お店、大島屋を描いてほしいの。建物？いいよ。面白そうなことしてるな。混ぜてくれよ。かわいいやつがいい。かわいいやつ。かわいい大島よ。動いたら楽で良さそうだぞ。動いてかわいい大島よ。これお店ですか？いちこは相変わらず絵がうまいけど、車？違う、これは未来の大島屋だよ。なるほど、これならどこでだって商売ができそうだ。家族でいろいろな場所に行けるな。いちこね、お店の前にみんなも書いて。私といちこねとみーなね、みなりね、やつはね、いすずね。実現させてほしい、そういった依頼だったようです。ずっと探していたんだ。でもようやく見つけることができた。長いかくれんぼだったけど、ようやくだよ。あ、いいよね。お父さん、お母さん、見つけた。そろそろ挨拶しろよ。え？挨拶？なんで？だってこの大島屋の店長はあなたでしょ。え？頼りにしてるよ。長い挨拶は勘弁な。真相
大島よ。最初にみんなありがとう。私のわがままで始まったお店だけど、こんなに立派になりました。ここまで来れたのは私一人の力じゃない。お姉ちゃんたちや手伝ってくれたみんな、大島屋を応援してくれた全部の人たちのおかげです。おお、ムーアがそれっぽいことを言ってるな。この一月を通してとても成長しましたね。働くと人は変わるって言うけど本当だね。この店は私たちが夢見てお父さんとお母さんが繋いでくれた未来です。幸せを売るお店にしよう、笑顔を売るお店にしよう。私たち姉妹の最初の夢でお父さんとお母さんの最後の願いだから、いつか平和な世界になったらみんなで家族でいろいろな場所に行こう。いちこね、みーなね、みのりね、よつはね、いすずね、あたしと一緒に大島屋を世界一のお店にしよう。みんなありがとう。せっかくですので記念撮影でもいかがですか。大島屋の新たな門出です。いいわね、ムーアの頑張った記念にも。ほら、真ん中来なよ、ムーア。うん、四つ羽もこっち来て。わかったから引っ張んな。よし、全員入ったね。あ、掛け声どうする？とびきりの笑顔になれる言葉がいいですね。だったらこれかな。せーの、大島屋。
じだけど、私の欲望、野望はこんなもんじゃないよ。